店舗営業部の今吉祥寺店で店長をしております武広玄太郎と申します。よろしくお願いします。間取りの方は、5LDK になるんですかね。2階に4部屋あって、で今下にリビングダイニングと続きに、プレイルームみたいな形で、5部屋みたいな形になってますね。妻と子供3人おります。今上お兄ちゃんが、今小学校3年生で、次男の弟くんが今1年生で、下が今3歳で保育園ですね。まだ引っ越してそんなにも間もないというか、もともとあった一戸建てを購入して、それでリノベーションで、ちょうどアクタスの方でリノベーションをやってるチームがあるので、そこでちょっと相談をしてっていう形ですね。じゃあ最初に玄関の方からご案内します。よろしくお願いします。はい、じゃあまず玄関からご紹介します。結構ね、収納がうちの妻がとにかく靴をたくさん入れられるようにっていうので、割とここはこっち側の収納部分は広めに作りましたかね、結構こんな感じでさらっと上まで感じですかね。ですね。であとは床とかのタイルなんかも結構探して決めた感じですね。タイルの本当に資料を取り寄せたりして、そこからサンプル取り寄せて実際に見て決めたりっていうのが多かったかなって。実際にだから行ったっていうのはあんまりないですかね。床はもうこれリノベーションしてるところのすごいおすすめの床があったので、それを本当に採用してという形ですね。はい。窓辺にあるのは何なんですか？アクタスでも扱ってるフレグランスですね。結構この瓶の色もちょっと透明なのがいいなと思って、1個ちょっと玄関に置きたいなっていうのと置いてます。これサンセベリアっていう結構ちょっと乾燥気味に育てるようなちょっと多肉質な感じなんですけど、すごい妻は全然興味ないですけど個人的になってます。はい、そしたらじゃあリビング、先ほどのところにまた戻ります、はい、じゃあ次は1階というか家の一番メインになるリビングとダイニングになります。子供がいるんで、もう帰ってくるととにかく物が広がっちゃうのでこっちがダイニングですね。普段もうここでもう本当に家族みんな揃ってご飯食べてるという感じですね。これもずっとここに引っ越す前からもう使ってるテーブルですね。子供いるんでもう傷だらけですけど、最初はなんか傷がつくのとかやっぱ気になったこともあったんですけど、なんかそれも木のなんか良さというかがあっていいかなっていうのがあって、なのでメンテナンスたまにしますけど、本当は細かくやった方がいいのかもしれないですけど、でもそれでも本当になんだかんだ10年以上も普通に使ってるので、非常にいいテーブル見つけたなと思ってますね。これ椅子とこれ同じ素材なんですけど、ウォールナットですね。これもウォールナットくるみです、ね、そうなんですね。はい、全然違う。これもウォールナットですちなみにこれもウォールナットですね。こっちはちょっと違いますけどね。材質がビーチ材っていう材質でまた違う感じなんですけど、これが椅子が今、5人いるんで使うんですけど、ここの椅子とあとはこっちの椅子は、主に、下の子たちが使ってる感じですね。トリップトラップチェアっていうアクタスでも取り扱ってるものですね。高さも変えて使えるので、ある程度体の大きさというか身長に合わせて高さを変えて使えるかな。でなんかは北欧のメーカーのものでバイチェアというふうによく呼ばれてますけど、この辺りもちょっと材質違うんですけどね、椅子から先に集まっていて、その後に最終テーブル買ったみたいになってて、普通結構テーブル買って椅子何にしようかなが多いかなと思うんですけど、多分まあこういう仕事してるからなのか先に椅子が集まってて、本当はもっと椅子欲しいんですけど、ちょっと妻にもいらないでしょうとだからなんだかんだもう椅子も本当にもう10年もっとですかね、これあたりはもうほとんどあったやつ入った時に買ってもう長く使ってますけど、これ手前にちょっとこういうふうに張り込んでるんですけど、裏は張ってないですね。こういう感じ。これもなんか張った方が座り心地が結構いいので張ってないのも全然いいんですけど、張ったのはこう結構これも滑らないので割と掛け心地が良いという、適度にこの後ろがしなるんですごい危ないんですけど、結構長時間座ってても疲れないあります。おすすめですこれはこれでね、すごい非常にいいんですけどね。こういう感じで椅子もこれ張り替えできるので、これ全然まだ張り替えてないんですけど、すごい気に入ってます。でいてこんなに木ふんだんに使ってるのに、まあ、こういう座面の作りなので軽くてすごい使いやすいですね。ちょっと斜めにも向けるし、結構こうやってあぐらかいたりとかなんかしてこうやって座ってとかもできるし、意外にね座面もわりかし広いんですよね。結構すごい好きで、ここね本当に全然壊れなくて、まあさすがに傷とかはありますけどね、子供とかになんかぶつけられてはあるんですけど、でも全然使えてますね、本当に長く。あ、これはこれも北欧の方のデンマークのメーカーのルイス・ポールセンというメーカーですね。これはここに引っ越すにあたって新しく選びました。結構シンプルなもので明るいものがいいなと思ったので、まあ、光源がちょっと中にもう直接見える感じなんですけど、この1灯で十分に明るさが取れるので。テレビ台は置くかどうか結構迷ったんですけど、なんかとにかくもうすっきりしていいかなっていうので、これもリノベーションで一緒にもう作ってもらいました。なんか下床から浮いてた方はすっきりしていて軽く見えるので、この辺りもちょっと浮いた形で、これ今ウォルナットですね。なんでさっきのテーブルと同じですね。床はこれはオークですね。結構厚みのある板を使ってるんですけど、まあ、これはアクタスのリノベーションでは非常に人気のある床で、ちょっとこの幅も広いんですよね。結構幅広の感じになってて、これとかですね、マットな感じなんか木のナチュラルな感じがすごい好きです、個人的にまあ限られたスペースなんですけど、まあ、できる限りちょっとこう開放的に天井とかもなるべく高くしたりとか、なるべくこう隣の部屋となんか広く使えるようにっていうのができたから、本当でも良かったなって思ってます。本当にテレビの前側にあるのが、あ、そうですね、これはアクタスで扱っているストリームラインというですね、アイラーセンのソファーですけど、お子さんいる家庭だと同じような状況起きると思うんですけどまあここに乗ったり、まあ、飛び乗ったりするんですけど、まあ、そういう結構ハードな環境で耐えてくれてるので、もうすごいよく頑張ってくれてます壊れてないんで本当に、うん、頑丈だなと思いますね。ここ横にあるのはもうこれ僕は結構一家に一台必要かなっていうぐらい、まあ、今これソファーで使ってるんですけど、高さも変えられるし、一時は今の絵じゃない時はベッドサイドとかで携帯置いたりとかいうふうに使ったりもできるので、これねすごいテクタっていうドイツのメーカーなんですけど、これも落書きされたりとかされてるんですけど、これも本当によく使ってますね。子供のものが多いプレイルームになるんですけど、こちらを紹介します。こちらはですね、普段まあ上のお兄ちゃんと、あとは真ん中の小学校1年生が、まあ、ここで普段勉強してるっていう感じですね。まあ、どうしてもやっぱり低学年なので親の目の届かないところだと勉強しなかったりするんでまあもう目のというか届くところでやってもらっているここなんかは小さいなりにかわいいもうすっごい汚いですけどね、もう落書きとかしてますけど、でもこれも上のお兄ちゃんとかからずーっと使ってるやつをそのまま使ってて、これもねもうはげちゃってるんですけど、まあでも本当に全然壊れないですね。この辺も最初から部屋に机をなんか置くっていうのはなかったので、選択肢におそらく、まあ、リビングダイニングというか多分みんながいるところの続きの場所に置くかなってなったので、ちょっとこう大人っぽいというか、なんか長く使えるデザインがいいかなっていうのでこのテーブルを選びました。これ今横のシェルフも同じシリーズのやつなんですけど、これシェルフ後々こっちのデスクにくっつけられるんですよね。なんかそういうのも一応想定して、今はなんかちょっと子供たちが朝準備したりするんで服入れたりとかいうので使ってるんですけど、まあお兄ちゃんか弟くんが欲しいって言った方にこっちつけてあげようかなっていうふうに思ってます。なんかそういうふうになんか変えて使えるのもなんか最初選んだポイントの一つだったかなっていうところですね。今でもこれアクタスでもちょっとデザインバージョン変わりましたけど扱ってるので、これもだいぶ昔に買った東欧のデンマークのオーナーのフリッツ・アンセンというメーカーで作ったスワンチェアっていう椅子ですね。まあでも帰ってくるとここにランドセルとかドーンって置かれて、気づいたらなんかここに洗濯物バーンって置かれて感じですねなってますね。じゃあ次は同じ1階のキッチンの方いきます。キッチンですね。こっちの方はちょっと床の感じが変わります。ここら辺でなんかメンテナンスしやすいかなと思って少し色変えて、なんかちょっとねグレーはね結構今回家作るのに割とポイントで入れてるので、ちょっとこの辺りのグレーっぽい感じのものを選んでます。この辺りはでも僕が決めてるところもありますけど、黒は大体私が決めてて、はい、白っぽいのはうちの妻が選んでたりするかなって。共働きなのでなんかまあ子供帰ってきてわたわたしてお風呂入れてご飯食べてみたいな感じでやってるとあっという間に時間過ぎちゃうので、まあ、できる限りこの対面でちょっとこう話したり片付けする時もなんか子供一応見えるようにっていうので、この辺りもうちの妻がこういう感じにしたいっていうのでこの形になりましたね。なんでキッチンの位置も元々の位置からだいぶかなり位置は変更しましたね。うんですね。あとは普段コーヒーはもう絶対毎日飲むので、もうコーヒーは常にストックされていて、なんで毎日朝もうこれでポチって入れて、これサーモスのやつで入れて、で仕事行く前に水筒に入れて持ってって仕事の時も飲んでますね。これねアクタスで取り扱ってますよ。あ、そうなんですか。結構便利。これ上のボタンで押すと自動でこれ塩とこれ胡椒ですね。これあるとね片手でいけるので自動なので料理するときすごいしやすいです。これ便利すごい。ここら辺はリノベーションするときにある程度でもお任せでもお願いしましたね。結構これがいいんじゃないですかねって言って選んでもらって、そんなになんかスペックにそこまでこだわりがなかったので、うちの妻もなんかここはね割とお任せした感じで、ただまあなんかグリルはあった方がいいとか、あとはなんかやっぱ作業しやすいように結構ここら辺もそんなに高さが高すぎなかったり、あと意外にここら辺も天井までじゃなくてなんかやっぱちょっと上が抜けてた方がなんかすっきりしてるかなっていうので、あえてちょっと低めにして取りやすいように、なんか家具とうまくこう融合できるようにこういうとこもちょっとボルナットとか若干ちょっとグレーっぽかったりとか。じゃあ次はバスルームの手前のところですね、洗面室の方に行きます。次はうちのダイニングの後ろなんですけど、ここ開けるとちょっと今でこの辺りもまあ廊下からもこうやってまっすぐ来れるようになっていて、この辺りのなんか動線の計画も結構考えて行ったかなっていうのと、扉も極力うまくこう見えなくなるようにここら辺も引き込んでやってます。この辺りも選びましたね。いろいろ悩んだんですけど、なんかこの色すごいいいなと思って、ちょっと緑っぽい、緑がかったグリーンがかった感じなんですけど、実はキッチンと同じ色にしてるんですよ。でもこっちをキッチンと同じ面材にするってなかなかないかなと思うんですけど、なんかこうちょっと同じなんかつながりがあるかなと思って、ウォールナットのこのさっきのキッチンの面材と全く一緒のもの、床もそうです、さっきのやつとこれもね、トイレとかも大体こういう風にしてるんですけど、鏡も子供3人いるので、多分準備するのにみんな並んで、でもスペースは広くないんですけど、極力こう広めに鏡取れるようにできる限りちょっとこう広めに作ってもらいましたね。じゃあ次は2階の方に行きます。2階はあれですよね、なんか、はい、基本的には引っ越されてそんな経ってないから。そうですね、基本的にまだ子供がまだ小さいので、2階は本当にもう寝るスペースで、ほとんど使ってないような部屋もあって、ほとんどやっぱ1階がメインなので、一応じゃあ2階も見てみましょうか。あんま使ってないんですけど、これ主寝室になる予定の部屋なので、かなりガラッとしていて何もないんですけど、ここ今だからうちの妻と私の服をしまってるスペースみたいな形ですか。そう、この形もいろいろ提案があって、この形いいかもと思って、もうじゃあこれでぜひちょっとこういうところに床材を実は使ってたりとか細かいところですけどね。あとはやっぱなんか建具を何色にしようかなって結構悩んだんですけど、これちょっとグレー、2階はだから扉は全部グレーなんですよね、実は。あっち側もそうですね。そうなんですよ。なんかこういうこれとかなんかバーとかちょっと真鍮でこうくすんだ感じになってるんですけどね。洗濯とか取り込んだりするときとかこれ使ったりしてます。実用的なあれですけど。でもね、北欧の方のメーカーのレクリントっていうメーカーですけど、これ実は1階でも使ってて、で結構気に入ってこのデザインのもの入れましたね。なんかちょっと折り紙のような折った感じの印象で、でも紙じゃないんですけどね、プラスチックの素材なので割とメンテナンスがすごいしやすいですね。ちょっとこの真鍮っぽい感じの色とか、これ色も選べるんですよね、実は。中に茶色っぽい色とか、あとナチュラルのちょっとオークっぽい蓋とか中についてるんで、それ変えてお部屋の多分建具の印象とかで変えられるんで、これ気に入ってます。唯一この部屋にある家具ですかね。本当に服着替える時ぐらいしか使ってないので、九州の方で作った家具ですけど、アクタスでちょっと前まで扱ってて、今はちょっと製造の方が止まるような形になってますけど、直線的なデザインでいいなと思って、じゃあそしたら隣の部屋に行きます。隣の部屋はこれはもう子供がちょっと遊んだりする、プレイルーム2みたいな感じですね。1階はなんか子供たちがなんか勉強したりするスペースで、ここはなんか勉強するというよりかはもう子供たちが好き勝手遊んだりして、なんかこの中になんかレゴじゃない電車が入ってたりとかこれなんかおもちゃの道具があったりとか、あとは本とか、本もね結構読むの子供たちすごい好きなんで本読んだりとか。この辺りも全然アクタスの家具とかじゃないんですけど、これ椅子はお尻の形したこれアクタスで販売してます、シューメーカーチェアですね。これも北欧のメーカーですけど、これもね結構使ってるので味出てますよね。これもあれですね、さっきの隣の部屋にあったメーカーと同じやつですね。これもレクリントの照明、結構これも子供たちすごい好きですね。これが結構ね、ちょっと柔らかい感じでなんかいい感じに影っぽいところもあっていいんですよね。じゃあ隣の部屋行きますか、さらっと。隣はなんかもう家族あれなんでみんなで寝てる部屋みたいな感じで、今お子さんがちっちゃいからね、こう寝てるんですね。もう寝てる感じですね。で壁紙がこっちがこれですね。これが真ん中の子が選んだ色ですね。ちょっとさっきは緑っぽかったですけど、こっち少しブルーっぽい感じで、さっきの部屋もあれだったんですけど、ちょっとこれウッドブラインドですね。少しちょっと明るめの色でやってます。なんかブラインドだと窓すっきりなるなと思って、うちの妻がこっちがいいっていうことだったんであります、ね。じゃあ隣の部屋もいいですかね。ここは一番下の女の子の部屋になる予定で、こっち側の壁は全部同じ色なんですけど、天井だけ明るくしてますね。天井がなんかここの部屋だけちょっと下がっちゃってるんですよね。低く感じるので、なんか少しでもちょっと高さを出したかったんで、上だけ明るくすると視覚的にそういう感じも受けるので色を変えましたね。さっきの部屋はレクリントっていうメーカーのものでしたけど、こっちはちょっとまた1階のダイニングのテーブルの上についた同じブランドのルイス・ポールセンというところの PH5 っていう、まあ、多分一番代表的なものかなと思うんですけど、なんか色はねちょっと多分もう売ってない色かもしれないんですけど、これも子供がすごい気に入ってますね。ってますね。じゃあ、1階にじゃあ戻ります。はい、ありがとうございます。結構決めるのたくさんあったんですけど、でもなんかすごいそれが楽しかったなっていうのと、この家を建てたのもなんか子供をやっぱりが中心でやっぱ考えたっていうのが一番で、まあやっぱ家族みんなでこう団らんで、で子供がやっぱり成長してって、ちょうど今まさにいろいろとこう、まあ、楽しい時期でもあるんですけど、まあ、ここから変わってってっていうのがあるので、まあ、その辺りをやっぱりこう考えて設計の時は一番盛り込んだんですかね。なんだかんだ妻がでも本当よく考えてましたね、そこは。うん、なんか本当椅子はちょっと今もう本当買いたいのがあって、しれっと買っても椅子隠せないのででもまあいろいろ言い訳にして、まあでもこれからもなんかどんどん変われるかなというか思ってるので、なんかある程度こう余白は残してるというか最初から詰め込みすぎてないというか、ただやっぱりでも必要最低限なんか必要なものはまあ揃えてるっていう感じですね。じゃあ今日はこの辺りで終わります。吉祥寺店店長の武宏がご案内しました。今日は本当にありがとうございました。